それでは問題です。江戸時代、地方の大名が決まった期間に江戸に来なければならないと決められた制度を何という。待って、待って、さあ、犬の、犬の、御三家の、御三家の、御三家のお乗り物。大場ちゃん、犬の御三家のお乗り物。御三家いますよね。御三家っていますよね。御三家って何ですか。徳川御三家みたいな。御三家がいて、うん、おなり門は何ですか。そのくぐらなきゃいけない門があるみたいな。おなり門。おなり門。その門くぐったのは3人しかいないですよ。犬はどうしました。犬の御三家。犬の御三家。何ですか。柴犬と何ですか。犬の御三家。豆柴と。豆柴と。柴犬豆柴。山形犬。山形犬。さすが日本犬で統一はされてるんですね。これって小学生レベルの問題って言われたんですけど、いや、これ小学生で参勤交代正解ですよ。習いますよ、習いますよ、うん、今の小学生すごいですね。いつの時代、いつの時代に育ってる。それでは問題です。江戸時代、地方の大名が決まった期間に江戸に来なければならないと決められた制度を何という。待って、待って、さあ、犬の、犬、犬の、御三家の、御三家の、御三家のお乗り物。大場ちゃん、犬の御三家のお乗り物。御三家の